しおくんどっちかな、お兄さんはどっちかな、はい、シアンですね。一緒に並んだぞ。待ってください。ルールの説明です。スタートの合図で第1走者はぐるぐるバットで5回転して第2走者まで走ってタッチをしてください。第2走者は前転を3回してゴールまで走っていただきます。さあ、シアンくん頑張ってもらいましょう。シャビットとタテッポタイプブルブル位置について、よーい、スタートしました。まずはぐるぐるバットからスタート、5回転です。シャビットのタテッポタイプです。さあ、ぐるぐるバットを5回転した、走っていきましょう。さあ、ハウスさんがやられている中、あ、なかなかいい走法、走りを見せました。そして前転3回転、速い速い速い、勝ったのは長男シーオーキンコキッズ、西澤シアン君、そしてシオン君でした。おめでとう。大きな拍手をお送りください。以上、ジャビットタケット対決でした。